はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。この間九州ツアーで宇宙の形タカさんと宇宙語コラボ動画をですね収録して、それがかなり反響だったっていうことは、前回のね動画でも言った通りなんですけども、今回のね九州ツアーは、梅雨明け間際っていうことですね、かなり集中豪雨が降りまして、高速道路が通行止めになるなどですね、かなりコンディションは良くなかったんですけども、だけどやっぱり今回はですね、本当にねこれまでやった中でもう史上最強に、得られるものが多いツアーだったなっていうことはですね、僕だけじゃなくて、他の方もですね、言われる通りなんです。もう本当にその後もチャットでですね、グループチャットの連絡チャットがねずっと続いてるんですけども、いろんな報告があってすごく、面白いなというふうに思っているところなんです。で、僕自身もですね得られるものがたくさんあったんですけども、その中の一つってこれがあるんですよね。これ何かというと、これ眉毛描くんですね、これでね、こうやって。女性の方はね、もうほとんどの方が持ってると思うんですけども、男性はあんまりね、描いてる人いないと思います。だけど僕はね、描いた方がいいってずっと言われてたんですよ。特に動画とか撮るし、人前で喋る上でですね、眉毛非常に大切ですよって言われまして、今ちょっとちょこちょこっと描いてみたんですね。すぐわかるかどうかわかりませんけれども、なんか悪くないのかなっていうね、感じがするわけですね。で、これ人相とかですね、金運の人相とかですね、そういうの非常に直結してまして、もう手相とかもそうなんですけども、描けばねなんかすごく変わるとかいう話はよく聞くんですけども、特に眉毛ってね、描いても別に不自然じゃないですし、他のねパーツをなんかいじくるのは結構難しかったりすると思うんですが、眉毛ってね、いろんな形にできるわけでしょ。で、丸い眉毛にしてなんかいろいろな約束があるみたいなんですけども、少なくともですね、僕は体毛薄い系なんですね。髪の毛だけじゃなくて、ヒゲもほとんどほとんどというかあんまり生えませんし、ビシッとなりませんしね、胸毛とかも生えてませんので、全体的に体毛薄い系なんですけども、眉毛はね、そんなに薄いってわけじゃないんですが、こうやって照明当てたりするとですね、どうしてもその眉尻の薄いところですね、見えなくなってちょっと丸っぽくなってるっていうのがですね、結構指摘されたことだったんですよね。それはそれでいいやと思ったんですけども、でも実際描いてみると非常にね映えがあるっていうね、感じがして、ちょっとこれでですね、どういう風になっていくのかっていうのはこれからちょっと試してみたいというか、様子をね、ずっと伺ってみたいなと思うわけです。で、実際これ書いて、いろいろ活動するのがまだ2、3日しか経ってないんですけども、その間にですね、いろんな方と交流が始まりまして、例えばね、アキコスピリチュアルさんもそうですし、他にもですね、サトリコさんというね、なんかスピリチュアル YouTuber の方とですね、交流ができたりとかですね、すごく今広がりつつあるわけですね。それもなんか人相を変えたことによる一つの効果なのかなとか思いながらですね、あといろんなチャンスがまた舞い込んできてですね、本当ね、九州ツアーのおかげなのか、このおかげなのか、その他のものかなのかちょっと分かりませんけども、すごくいい感じになってきてるところなんですね。でね、これ九州ツアーに行く前にですね、ふと部屋の掃除をしてたらですね、こういうものが出てきたんですよね。これ何かというと請求書って書いていますね。これちょっと見せましょうね。こういうことです。これはですね、潜在意識に対する請求書っていうことで、僕の動画でもこれもやり方を細かくね、説明してるのありますし、実際のプリントアウトしてですね、これそのものが手に入ります。で、もしそのプリントするような環境でない人はですね、もうこれノートでも手帳でも何でもいいんで書いてしまえば、それで全然問題ないところですね。で、これの請求書を書いたのが3月3日でした。で、支払い期限は3ヶ月にしてますんで、6月9日にしてますけれども、その中で僕は830万円というのを一応リクエストしたんですね。で、830万円というそのものがポンとで臨時収入が入ってきたわけじゃないんですけども、だけどそれに相応するですねことが結構起こったわけなんですね。これ実際じゃあどうなったかということを言うと、これ書いてる通りのことですね、ほとんど叶ってるわけです。で、3月3日っていうのはですね、例えば1番目にモナコに自転車で行くって書いてますけども、このこと全然ね漠然とはしてたんですけども、具体的じゃなかったわけです。で、これが実際に行くことが決まったのが、3月の末の沖縄のね、久高島のツアーの時だったんですよね。で、そこでバッと盛り上がって、いや、モナコ行くぞみたいな、じゃあモナコ行くんだったら僕はスイスから自転車で行こうってなってですね、これ100万円も必要ないんですけども、ただビジネスクラスをねこれマイルで乗り継いで行ったらですね、これ実際現金で買ったら100万全然超えますんでね、ストレートに買うんでですね、それぞれの4つぐらいのキャリアをですね、だから正規料金でもしまんまビジネスクラスに乗るともう500万円は余裕で超えるということですね。これすげえなと叶ったということですね。で、ジャズのレコードレーベルを作るということもこれ漠然としてあったんですけども、これもひょんなことからですね、パンパンパンとね、作るようになったわけです。で、そのきっかけとなったのが僕のこの YouTube の広告収益がですね、かなり入ってきたっていうところで、よし、これはもうちょっとタイミングだと思ってね、もうミュージシャンに声をかけたらもうそのままやることになっちゃったってことなんです。だからこの3月3日の段階でですね、僕の YouTube が4月からガーッと伸びたわけですけども、そういうことももちろん予想もできてなかったわけですね。そういった意味ではですね、やっぱり書くと何か動き出すというのは本当にそうだなと思いました。あと、知人の結婚式のご祝儀に関してはまだです。しかし誰か結婚してですね、必然性の
ある方ですよ、必然性のある方結婚した場合は、あの僕は少なくとも10万円はあのご祝儀で包みますので、頑張ってくださいということですね。はい、クーラーの買う、まあ、2台買って15万円ずつ30万円ね、これいつでも買えます。あの お家と庭の整備をするって書いてますけども、なんか庭がですね今芝生だらけになっていて、まあ、50万円ももちろんしないんですけども、まあ、この後なんか自転車の倉庫を作るとか言ってますので、まあ、これもすぐにねできますし、なんか整備が積もがされてましたっていうことがありました。あと家族旅行に行く沖縄などって書いてますけども、これも先日ですね、はい、9月末に行くようにチケットで、買っちゃいました。でこれもまあうちの奥さんからもう沖縄ちょっと連れて行けというふうに言われてですね、なんか書いてるとなってるんだなと思いました。で大きなイベント開催するというに関してはですね、これ毎年やってるんですね、2016年ぐらいから。で今年まだ決まってないんですけども、まあ、きっとするだろうと思います。300万円かかるかどうかありませんけども、300万円規模のことをやると面白いのかなと思ってるということでですね、7つ書いたんですけども全部叶っちゃいました。でそれに関してですね、あと今回ね、九州ツアーに一緒に行った宇宙の形タカさんはですね、同じように請求書を書いておりまして、実際こんな感じですね、出てきてるわけですね。宇宙と仲良し Q さん、ツアー参加費15万円とね、まあ、実際15万円ねかかったのかどうかちょっと分かりませんけどね。ああそうか、交通費とかねもろもろかかるとそれぐらいいるかマックスいるかもしれませんけども、まあそれぐらいのものが、きちんとまあ手に入るというよりも、これが実現するだけの状況になったということが非常に面白いかなと思いました。だからね、お金がそれだけのお金を手に入れるというよりはですね、僕のこの請求書の意図はお金そのものというよりはですね、やっぱこの体験とかね、ものという、まあ、その具体的なものを手に入れるためにこれぐらいのお金があったらいいよねという話なわけですね。なので例えばさっき言ったようにモナコの自転車で行くっていうのは、この体験は確実に買うことができたわけですけども、でも100万円も必要なかったんですね。なぜならマイルで行ったからです。ただしこれがマイルで行ってなくて現金で買っていったら100万円どころで済まなかったんで、ね、この体験は十分買うことができた。でジャズのレコードレーベルもですね、200万円かかるとちょっと分かりませんけども、まあそれぐらいのクオリティのものを作りたいなと思ってますし、まあその他ですね、いろいろやっていまして、叶ったという話なんです。でそこでね、さっきね、僕は宇宙語じゃないんですね、このシリーズですっと引っ張るかもしれませんけども、これ書くときのね、なんかコツっていうのが、これまだ試したわけじゃないんで、ぜひ皆さんに試してほしいなっていうねことがあるわけですね。これ実際まあやった人もいるかもしれませんし、やってない人もいるかもしれません、やってない人もいると思うんですが、ぜひやってほしいなと思うわけですね、この請求書ですね。でその時にね、なんか宇宙語喋りながらやったらいいんじゃないかっていうですね、こういったインスピレーションが来たわけですね。で宇宙語ってまあ例えばスピリチュアル、アキコスピリチュアルさんとか、まあ宇宙の形タカさんとかですね、まあこの間の僕との、コラボセッションもですね含めて、なんとなくバックとこういうものなのかなっていうふうに思ったと思うんですね。別に文法とかですね、英語とかフランス語の文法を学ぶようにですね、きちんとしたもの、約束があるわけじゃなくて、まあ、宇宙の波動そのものを、まあ、要するに我々の生体に乗せて発話するということですので、それはまあ赤ちゃんとかですね、その言語、いわゆるそのなんていうかな、文法的な言語以前の、まあ、言葉に、まあ、近い、原始的な、ね、言葉に近いわけですよ。まあ、もしかしたらイルカとかクジラとかですね、ライオンとか、そういうのも全部宇宙語になるかもしれませんけども、我々も自然にね、って言ったらですね、まあ、どうして僕はジャズのスキャットみたいになっちゃったんですけども、だけどね、んだだ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 音を波動を発信するっていう感覚ですね。でもいいですし、でもいいですね。バー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 でもいいんですけども、まあそう言いながらですね、とね、ラルルシャワルル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 こういうものね、一発書くものに関してはですね、なんかちょっとそういうのもありなのかなと思って、ちょっと騙されたと思って、ぜひこれね、書いてほしいなと思います。で、書くときには、宇宙語をね、喋りながら書くと、なんか効果倍増ですよっていうふうに、なんかどっかのエササニ星人かどうかわかりませんけども、さっきポーンと来ましたんで、ね、この報告をね、これ書いたらいいですよっていうことを改めて、ここで配信しようと思ったんですけども、なんか宇宙語シリーズで繋がってきましたんで、この2つですね、お金も全然かかりませんし、ぜひ、これ実践してみたらいいと思います。ね、これ印刷できなかったらさっき言ったように、普通のノートでもいいですし、手帳でも何でもいいんでです
ですね、まあ、あの動画で別の動画 で、 ですねこのやり方ちゃんと語ってますんで説明してますんで、その通りやればいいかなというふうに思います。というわけでですね、まあ、あの何でもねありですんでね、ここに書いてることもですね、どうせ生きててこの地球というね制限のあるところに生きてるんです。で、パーンとね物事が思ったものがすぐにね、実現しないのはですね、それはまあまだ地球がレベルが低いからってね、まあ、なぜかというと我々ネガティブなこと思っちゃうでしょ。ネガティブなことね、ネガティブなことまでさ叶っちゃったらさ、辛いじゃないですか。だから思ったことがポンってね実現しないようにしているのは、まあ、それだけ3次元という、まあ、その次元の低いところ、まあ、低いね高いという言い方あんま好きじゃないんだけども、まあ、それだけねまだ、未成熟なね赤ちゃんのような、要するに宇宙存在なわけでしょ。だからまあそういうネガティブなことを全く思わないようなそういう存在になればいいということですね。だから人間とか地球にもですねそういう方多分いらっしゃると思うんですよ、たくさんね。でそういう人はネガティブにことを思う必要がないんで、あの物事はですね思った瞬間に叶ってしまうと。で実際ですねダダ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 と言いながらですね、なんかネガティブなことあんまり思えないなというふうに思ったんで、そういった意味でですね宇宙につながりながらこの請求書を書くとです、書いてですね、そのままリクエストするとなんか3ヶ月後とかですね、ひょっとしたらすぐかもしれませんし、忘れた頃にあのすごくいいことが起こると思いますんで、ぜひガンガンですね無制限に何でもありでこの地球にですね、地球を楽しみそしてリクエストしていったら楽しいんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。Yeah.